なんか違う方向になった。待って、そっち違う。でもいいんですけど、あっちか。遠い。これは何？別に上なんもなくない？めっちゃ普通に下に降りたけど。あ、次ここ。ここも破壊してもらわんといかんとこや。オッケー。オッケー。で、ここのかけらは取ったんよね。待って、一旦下ろして。あ、ここも熱戦で発掘猫社員。なるほど。なるほど。で、ちょっと分かりやすく言ってくれるけん助かるわ。でも次のクッパまでは多分時間が結構あるんじゃないかなと勝手に思っとるけん。めっちゃ勝手に思っとるけん。とりあえずここはどうだ？ちょっと降りてみて。あれ？この島は？何にも表示されんかったんやけど。お、なんか、土管出てきたよ、土管。何、どこに行くの、これ。あ、なるほどね。コインが集まる。待って、なんかスター出てきたんやけど。いや、取らせてー。イェーイ、やったねー。でもなんかすごく今、スターの無駄遣い感。が半端ないんですが、ね、あんなとこで別に無敵になったと、無敵になるタイミングが選べたらいいんやけど、あんなところで無敵になったところでないよね。この上をね、解放できてないとこ、こっち側に行かんといかんのかな。ここがスタート地点か。ん、ここ目覚めよう。猫社員チップを5枚集め、いた、見えてなかった。見えてなかった。お、待って、ポリ。よし、とりあえず、よし、まあ、どれでもいいんですけど。今んとこ何がどうとかないけん、別にどれでもいいんだけども。よいしょ。あと1個よね。なんだ、どこにあるんだ、かけらは。これ自分で破壊できるやつ？全然破壊できねえわ。あ、こういうことか。コインだけですか。コインだけなんですか。で、拾ったく。特に何もないな。あ、お、へい。おっと、そのまんま、そのまんまいさせていただき、こっち側行ってなくない？私多分多分分からんけど。次、そこは何？何？あ、またか、またブーメランよっ。あ、あんなところにあるやん、かけら、助けてー。助けてー。違う。でもどこにあるか場所は分かった。で、残り1個やろ、かけら。よし、行くわ。次、ペイン。よし、なるほどね。ここ気づいてなかったわ。いいよ。あ、一旦こっちに登ればいいんか。危ない危ない。いい、待って、戻った。待って。あ、怖い。へえ、危険だよ。冷静に。で、これで上から、はっ、よし、ネクシャインチップを5枚集めろ。よし、これでこの島も完成。ふう。地道にクリアしていく。全然新しいエリアに行かんっていうね。毎度のことながら。よし、新しいエリア増えた、行こうって全然なってないよね、一回も。で、あとは、
あと近くどこだ。あ、待って、もうそろそろ来るんじゃないこれ。ってことは、熱性のとこどこやったっけ。ここやった。え、ここか。あ、ここやんね。よいしょ。熱性で発掘ミクシャイン。君ここにいたら危ないよ。確実に危ないよ。あ、ほら、そろそろ煙が出てきた。もうここはね、もうここにあるってことは分かったね。来いよ来いよ。ふうふう。あとはこの近くはなさそうかな。ん、あそこか。ん、あそこ何。ん、さっき行ったとことはまた別。分からん。分からん。あ、なんか別っぽいかな。行ったことないとこかな。行ったことないとことかこの辺ある、まだ。分からんけど、ちょっとそろそろ風が、いいよ、ちょっと避けるためにね、プロペラを。あの、君ここ危険だよ。めちゃくちゃ危険だよ。おお、へえ、早速脱げたんだけど。めちゃくちゃ早速脱げたんだけど。ちょ、早くあの熱戦を。へえ、来た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 。おっしゃー。熱戦で発掘猫社員。これでこの島も完成。全然マリオの顔が見えん。ふう。お、ほら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 、やっぱそういうことなんやね。猫社員っていうだけあって、やっぱ太陽眩しいみたいな感じに今なっとったよね。そういうこと。イエーイ。なるほどね、クッパが現れても、あの猫社員を取ったら速攻で追い返せるわけね。ちょ、次はね、 あそこの島に行こうかなと。よいしょ。よいしょ。あの島はなんだ、またあれ、かけらのところか、あれ。え、違うかな。パタンパタン島は大丈夫ない。こっちじゃなくって、ここをね、また、渡っていった。あれ、さっきの島じゃない。え、さっきの島よね。え、そうよね。あの、キラーがいっぱいおったとこやろ。ここクリアせんかったっけ。熱戦で発掘、ここも熱戦。マジか。え、マジか。え、熱戦どこ、いよったっけ私。え、ちゅう、待って待って待って、熱戦のとこってどこですかね。あれか、あれか、あれだな。確実にあれだな。ってことは、今はどう、別のところ行く。多分さ、さっき痛い。さっきクッパ帰ったとこやけん、まだしばらくかかるやろ、おそらく。これって終わっとるやつなんかな。いや、終わってなさそう。終わってないね。よし、行こう。え、これさ、全部コイン取らんといかんとか別にないんよね。え、別にないよね。いけいけいけい、絶対無理やん。ゴールどこかわからんけど。あれや、はぁ、消えた。はい、消えた。なるほど。で、とりあえず、別にコインは取らんでいいけん、スピードだけ上げてやっていけと。でも一回もさ、スピードアップのあの床不満かって、あの感じってことは踏んだらいけるんじゃね、普通に。え、なんか違う方向になった。待って、そっち違う。
でもいいんですけど、あっちか。遠い遠い遠い。え、待って、めっちゃ遠いし、いや超絶遠いし、ちょ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 、はっ、いや、どこ、あれや、はぁ、ギリギリ、めっちゃギリギリ、ゴーゴーチクタクプレッシー、ほう、よかったよかった。クッパ、あー、あそこにクッパおるね。ちょっと現れてきたね。若干現れてきたね。あそこか。でもまだ空中に浮いてないけん大丈夫そう。よし、じゃあちょっと行きます。ちょっとさっきのチクタクプレッシーでいい感じやったけん自信にはなった。だって確実にこっちより短いもんね。確実にこっちより短いよね、おそらく。あ、なるほど、ここの下をくぐってったら自動的にいけるようになっとるってことか。待ってー、これ、あ、待って、今の絶対いけた。今の絶対いけた。くわー、どこや。待って、どこですかね。結構、あ、そこや。絶対いけたのに私は横をスルーしていってしまったぞ。めちゃくちゃ横をスルーしていってしまったぞ。もうそろそろ出てくるかな。なんかもう出てきそうな感じするよね。で、どこやっけ、なんかこの辺やなかった。あ、あれか、これやね、熱戦。まだもう、あー、どうやろう、いや、そろそろかな。そろそろちょっと準備しておいた方がいいかな。熱戦で発掘猫社員、よいしょ。さあ、ここだ、ここだよ、ここですよ。へえ、怖い怖い怖い、めっちゃ怖いやん。キャー、押しちゃった。熱戦で発掘猫社員。ふう、これで毎回毎回クッパはね、自分で熱戦を発した途端にやられるっていう。いいぞいいぞ。これ猫社員40個までって言ったら、やっぱまた半分ぐらいまでいくんやないかな。体力結構削られてきたよね今。イエーイ、これでここも全部やろう。よし、いいぞいいぞ。さあ、プレッシー行くぞ。あれは何、なんかスイッチみたいなのある。まあ、あっちはあっちでまた行こう。また行こう。よし、もうすでに今の時点でグニャグニャなんやけど、私大丈夫か。大丈夫なのか。はい、潜るー。さ、そして潜るー。す、あー、ダメだー。あは、あとちょっとだった。さあ、行くぜ。はい、ゴー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 。これコイン取ったらスピード上がるとかあったんかな。あれよね、あのマリオカートとかではそうよね。普通のもそう。ちょっとね、1個、やったー、いけた。1個スピードアップの床を踏めんかったけんあれやったけど、ブクブクチクタクプレッシー。ふう、やったよ。お、これでちょうど30個。なに、ここ。え、なんかすごい気になったけど、別に何もなかった。全部倒したらなんかあるかなと思ったけど、別に何もなかった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。